どうも、井手隊長です。今日のテーマは、はい、前回に引き続きまして、今回もズームゲストで、ブックライターの上坂徹さんをお呼びしておりますが、今回はですね、ご自身の本もたくさん書かれていますが、まあ、いろんな経営者さんとかの本をこう代わりに書くというブックライターという形でさまざまな本に携わられている上坂さんの今日は仕事術というか頭の中を今回はインタビューでいろいろとこう紐解いていきたいなと思っておりますが、やっぱさまざまなジャンルにまたがって本を書いているので、本当どうやってその情報を整理しているのとかですね、アンテナをこう張り続けているのかみたいなのがかなり気になっているんで、今回はその辺に切り込んで見ておりますが、今私も関わっております本の要約サイト、一冊10分で読める本の要約サービスフライヤーの方で提唱しているビジネスワークアウトというね、ワークアウトってありますよね。ヨガをやったり筋トレをやったりいろいろとこうワークアウトしてる人は多いと思うんですけども、ビジネスのワークアウトもやった方がいいですよっていうね、ビジネスのこう筋力というかビジネス力のビジネススキルをこう上げるためのトレーニングっていうのもした方がいいよということでフライヤーの方で提唱しているんですけど、まあ上坂さんがね、日々どうやってインプットをしているのかとか、情報を集めているのか整理しているのかみたいなところを、ぜひこの動画をご覧いただきですね、学びにしていただければいいなと思っております。はい、ということで上坂さんのインタビューです。どうぞ。はい、ということで先日成城石井の本の、お話をいただきましたが、引き続きましてブックライターの上坂徹さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、僕もずっと気になったんですけども、上坂さんがいろんな本を書いてらっしゃると、でまあいろいろこうビジネス書の著者さんはいろいろいらっしゃいますけど、大体なんかのこう専門の方、この人は心理の方、この人は例えばマネジメント、この人は経営とか、いろんなこうそれぞれの方、その専門ジャンルみたいなのがあると思うんですけども、上坂さんはブックライターですから、そのなんかジャンルでお仕事をするわけではなく本を書くというないですね、もうそこが仕事なので、もう本当に上坂さんのそのご自身の著書もそうですが、あとはそのブックライターとして関わられた本のリストを見ると、もうこの人の頭どうなってるんだぐらいな感じのラインナップが並んでいるわけで、そんな上坂さんの仕事術に今日はフォーカスしてみたいんですが、はい、本の要約サイトのフライヤーの方で今ビジネスワークアウトというのを提唱していまして、うん、まあ、ビジネスパーソンの皆さんもこう、お家で筋トレとかヨガしてるような感じでこのビジネス的な筋力を、うん、ね、つけましょうという企画なんですけども、まさに上坂さんはもうラインナップ見てるだけでそんな感じがするんですが、まあ普段そのいろんな本、今例えば1年間でどれぐらいの本に携わられてるんですか？一応月に1冊書いてますので。書いてるのが月に1冊？毎月1冊ですね。だから12冊です。まあ普通に出ればそのまま12冊となりますね。はいはい。でまたそのジャンルは全部バラバラですね。まあ自分のバラバラ、まあ自分の方は 3,4 冊で、あとは他の方の、この著者の方の本を代わりに書くっていう仕事ですから。もう例えばここ数ヶ月だとどういった本が出てる？出た本だとね、ベンチャーキャピタリストの方の本が出たりとか、あるいは出版社の社長の本が出たりとか、はい、あとは経営コンサルタントの方の本とか、はい、あとなんだろう、人事の専門家、はい、方の本とか、はい、どうですかね、いろいろ。それがこう例えば今は出版社の社長の本の、うん、次は人事の機関っていうことじゃなくて、並行して全部動いてるみたいな。そうですね、取材はバラバラで動きますんで、うん、執筆だけは1ヶ月でブロックしていて、今月は誰の本を書く、今月は誰の本を書くって決まってるんですけど、取材は同時に並行でいろいろ走っていきますので。今日は人事の上坂さん、今日はこれの上坂さんになっていき、はいはいはい、ここはどうやってこう頭の中を管理してらっしゃるというか、あ、普通の人だとやっぱり一番最新のものに書き換わるっていうか感覚があるんですが、
どうやって仕事をその管理なさっているのか。これはと、なんだろう、特別なことはしてないと思うんですけど、この日にやるべきことって、ね、決まっていて、例えばあの取材が、人事の方とベンチャーキャピタルが入っているとするならば、それぞれもう何を聞くかはあらかじめ決まってますから、はい、この回では何を聞くかってもう決めてあるんですよ、うん、全部一番最初に取材するときに全5回取材するんであれば1回目はこんなことを聞く、2回目はこんなことを聞く、全部決めといて、でそれぞれ、これ聞きますよって投げてありますん で3回目も聞くと決まってありますから、はい、聞きますと。で大事にしてるとかまともにやってしまうと頭パンクしちゃうんですよ。そうですよね。なんで、パソコンのファイルってほら、書いたらしまいますよね。はい。これと同じ感覚で、あの取材が終わったら全部しまってしまいます。うん、しまうっていうのは、どうやって忘れるってことですね。はい。一回その取材はメモか、パソコンかなんかに。まあメモもしますけど、まあ一応その本の場合はね、後からその、スクリプトで言いますけど、あの文字起こしをしてもらいますんで、はい、メモ取ってなくても大丈夫なんですけど、なるほど、まあ、一応メモはしますけど、うん、ほんとポイントだけですよね。一回忘れて、で、また次のとこに入る。はい。そうしないと多分パンクしますね。ですよね。はい。これはもともとその広告の仕事をしてるときに、人の採用の広告を作っていたので、はい、いろんな会社に取材に行って、うんうん、1時間おきに、ほら、1時間で、今回この話を聞いてと。いろんな会社の話を聞いていくとに、やっぱパンクしちゃうんで、一回が閉じることにしたんですよ。なるほど。はい。それが今でも続いててってことですかね、閉じて。なんか富山茂彦さんの思考の生理学にも書いてあったような感じですね。なんか一回忘れようと。そうですね。全部はとても人間覚えてられないし、脳みそパンクしちゃうんで。あと気になるのは、その、うん、たくさんのジャンルをやられてますけど、もちろんその上坂さんも人間なんで、これが好きだとかこれが苦手だみたいなことはあると思うんですけど、その多くのものにその興味の網を張るというか、うんうん、ね、興味なく書いちゃ多分きっといいものはできないと思うんですけど、うんうん、そのなんか興味の広げ方というか、なんか上坂さん その取材で得られるものっていうか、その取材力っていうのが、うん、まあ、あのこの間の成城石井の本もそうですが、まあ、かなりその突っ込んだ感じで、前のめりなご取材だと思うんですけど、その興味をどういろんなところに保っているのかってことも気になるんですが、一つは、まあ、興味がないか自分に書けないものは、やっぱりお断りするしかない。例えば女子高校生に向けた本とか書いてって言われても、女子高生の気持ち分かりませんから書けないですよね、はいはい、だから僕がやって、あと、お医者さんに向けた本書いてくれって言われても、お医者さんの気持ち分からないんで、で僕の書いてる本ってほとんど一般の方が読んでるんですよね。で、うん、それぞれの一般の方に、まあ、ターゲットがある程度決まっていて、でそこに向けて書くんですけど、そうすると何が、面白いかっていうと、その読者の方が今役に立てるわけですよね、はい、面白がってくれとか役に立てる、うん、でそれが一番面白いんですよ。で僕が、著者の方とか取材対象者の方のこんな面白い話をその必要な人に届けていくっていう役割なので、うん、このプロセスが面白いんであって、なんかその話自体が面白いというよりは、成城石井の方もそうですけど、あれは僕自身が面白がってるというよりは、パルミジャーノ・レジャーノにある裏話聞いたら絶対これチーズ好きな人面白いよねっていう気持ちで言ってるんですよ、うんうん、でその気持ちで聞きに行くので、うん、その話をやっぱり、インプットしていくし、まあ、それを面白がってるって感じですかね。だから人に教えるのが面白い、一般人代表みたいな感じで話を聞く。です、はい。だから一般人向けの本しか書かないですね。ははは。じゃあ逆にその、はい、上坂さんが詳しい分野の方がっていうことですか。詳しい分野の方が書きづらい。そうそうそう、逆にそうなんですよ。むしろ専門分野もしあったら、ね、僕の思い込みが入っちゃうから、うん、あくまで読者が本当にね求めてるものというよりは、だからむしろ専門領域を持ってない方がいいんですよ。ニュートラルなのが一番いい、はい、で毎回そのね、そのターゲットの人にがどんなことを求めてるのかなっていうのを探って、それに対して弾を打ち込んでいった方が、うーん、そうなんですよ。だから専門領域ないんですよね。それが逆に良かった。逆に良かった。なるほど。それはあれですか、ブックライターを始めてみてから、あ、なんかそうだなっていう。そうですね。結局ほら、もう金融の分野しかやりませんって言ったら、多分仕事かなり制限されますし、うん、そればっかりやってるの多分辛いと思いますよね。うん、じゃあ なんかの分野をこう、ここはちょっと勉強してみようみたいなことは考えなかったってことなんですね。そうですね。なんか例えばですよ。建設業界に関わる本をやるとするならば、はい、学生さんに向けた建設業界研究本ってあるじゃないですか、はい、あれ一冊読めば大体業界のこと分かるんですよ。
なるほど、なるほど。それ、基礎ってことですね。そう。それが分かってればもう、そう。その、なんとなく相場が分かってれば、あとはそんなに難しくなくて、なんか深い、なんとかクレーンを作ったどの子の技術だったら僕知っててもしょうがないから、多分それ読者にするの分かんないから。マニアックになっちゃいますね。そう。だその専門領域じゃないっていうのが前提となっているので、うん、そうですね。で、あと、もともとその、いわゆる人材採用系の広告を作っていたので、その時にいろんな業界に関わってたんですよ。うん、いろんな業界に土地勘があるんですよね、うんうんうん。これも結構ラッキーだったんですよ。はい、ある程度わかるんですよ。この業界ってこんな感じとか、うんうん、こんな大手の会社があって、こういう状況にあってとかっていうのは、なんとなく頭にあるので、それも大きいかもしれないですね。全く土地勘なかったら結構しんどいかも。なんとなくのこう地図みたいなのは見える。そうですね。うん。そういうことか。まあ、あとね、せっかく仕事するんだったら面白がった方がいいので。そう、面白がりをしてますね、うんうん。その普段のインプットとかっていうのはどういうところでやられてるんですか？まあ、ヤフーニュース、うん、をチェックしているのと、あと NHK のニュース、うん、を見てるのと、そんなもんですよ。とてもこう、かなり意識してトレンドっていうよりは割と全くないですね。本を書きながら。うん、あと書店さんにやっぱ行きますね。あ、そうですね。本ってどんなもの売られてるかとか、雑誌売り場はよく見ますし、雑誌売り場に行ったら、ほら、そう、雑誌ってターゲット見てるんでね、それぞれのターゲットが、どんなものが一番ホットトレンドなのかすぐ分かるんですよ。月刊土木には、土木業界の最新トレンドはね、第一特集出てますから。はいはい。そう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 。各業界のトレンドはそうに行けば分かりますね。うん。うん、書店はよく行きますけどね。うん。なんかでも、このブックライターのお仕事をされてると、おのずと博学になっていきそうです。そうですね、それはあるかもしれないですね。いろんなことに詳しくなっちゃって、うん、いろんなことが気になってきそうですね。そうですね、あるかもしれないですね。うん、やっぱ面白いですね。いろんな専門家の方はね、いろんな知見を持ってて、ああ、それってそういうことなのかとかっていろいろ教えてもらえるので、で、仕事でお金いただきながら知識も得てるっていう、なんてラッキーな。そう、講演払ったら、ね、1人200万とか100万とか、ね、確かにそうですね。話をですね、独り占めできるわけです。独り占めできるわけです。質問もしながら。確かに。それは超ラッキーなショットですよね。はい、うん。上坂さんはブックライター塾を開かれて、はいはいはい、こう教えてらっしゃるんですが、うん、そのブックライターとしての心得というか、うん、どういうことを大切に教えてらっしゃるんですか？そうですね。まあ、あくまで黒子なんですよ、我々は。そこを忘れないということと、そこに逆に忘れないんだけど、誇りを持てっていう話をしていて、うんうん、著者の方はやっぱ忙しく書けないんですよね。その代わりに書くっていうことに関しての誇りを持てって言ってますよね。うん。代わりに書くっていうのはどういう感覚ですか？なんかこう降臨させて書くんですか？まあ、いたこ化するのが一番いいですけど。いたこ化するのがいい、うんうん。まあ、でも一番大事なことはその読者の、ベネフィット、読者に役に立てることなので、読者が知りたいことを著者に代わって書くっていうことを心がけているようにしてるんですけどね。うん。でもなんかこう、例えば僕もインタビューとか答えることありますけど、そのインタビューのこう記事みたいなのが来た時に、あ、なんか自分が話してる感じじゃないなとかっていう時とか、あ、これはなんか確かに僕が話してる感じだみたいなのっていうのはあると思うんですけど、そういうなんかこう、いたこ感覚みたいなっていうのはどうやって養うんですか？例えばこの社長の本を書くっていう時に、こういう文体にしようみたいなこと。あれ気にしてないんですけど、でもなんかその人の頭、そのね、取材の時のこう口調を思い出したら、なんとなくそういうものに近づいていくと思うんですけどね。なるほど。よく聞くっていうことなんですか、うん、やっぱりね。そうですね。でもなんか、結局その、口調とかというよりは、使ってる言葉とか、あ、語彙。結構特色が出るんですよ。そう。語彙とか。それをこう使ってるだけでも、随分その著者っぽくなりますけどね。あ、じゃあ話し方よりも語彙とか。そうですね。そういうとこに結構出ますよね。うん。あんまりだから、だから言い切るなとか。そうですね、うん、著者ごとにそのこう文体を変えたりとかってあんまりやらないですね。あ、そうですか。うん、もうおのずとじゃあ喋っていることをしっかりとこうやって。そうですね、あくまで読者が分かりやすく読みやすくするっていうこと。うん、やっぱり井出さんになり変わるのは無理ですから。そうですね。そう、分かりやすく素直になんか読者に向けて書いた方がいいかなと思ってますけどね。うん、うん、一番難しい部分っていうのは逆にどういうところなんでしょうか？まあ、難しいというよりは大変なのは、結局10時間ぐらいインタビューしますんで、はい、その10時間インタビューしたものがこう、さっき言ったおこしが上がっていくわけですよね。はい、で、このぐらいで分厚さのやつなんですよ。これ読むのに1日かかるんですよ。
丸一日これだけ超対策が一回来るわけですね。そうで、これこのまま文章になるわけじゃありませんから、ここからその全部こう振り分けていく内容、はい、まあ、このプロセスはいいんですけど、読むのが辛いんですよ。丸一日かけて読破するのが、もうこれが一番辛いですね。月賞にあるんですよ毎月ね。これが一番辛いかな。まあ、正立てはでも編集の方とかはやられて、これはじゃあ大難所に入れようかみたいなのは。正立ては実は僕が自分でやるんですよ。あ、それもやるんですか。そうですよ。結局あの編集さんがやるのはなんか大きな 概要っていうかで、彼らは部品がないままに設計だけ使用するんですけど、僕ら部品を持ってるんですよ、はい、あの、はい、取材をしてるから、うんうん、部品から、設計図を作り立てていくのが遅れたので、編集さんはそれを読んで、じゃあここは2章にこういう仕組みしてみようかみたいなのガチャ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 、そうそれやるんですよ。それでも結構でも、ね、パズルみたいに楽しいんですよ。それはそれ自体はめんどくさいんですけど楽しいんですよ。このじゃあこのここいい話してるけどどの章にもはまんないなみたいなのもやっぱ出てくるんですよ、ね、それはどっかに入れるんですよ。あそこに入れるのがいいかなって言ってピッタンコにはめるように、しかもボリュームある程度均等にしながら、これはなんかそのこうカオス状態にあるものを整理していくっていうのは僕もともと好きなので。あ、好きなんですか。そうそうそう、カオスのパニック状態の整理は好きなんですよ。うん、そう、そこはそんな苦にならないですけどね。なんかこの、まあ、その取材の時にこの本のこの話は軸になりそうだみたいなっていうのはもう取材の時からなくなってたんですか。です、です、取材をしてる時にだから、軸になるというよりは結局本に一冊分のネタがないとね、本になりませんから、うん、ネタをいかにこうね、引き出してくるかっていうのは、こちらに委ねられてますから、そこも取材。だからむしろだから、実は書くよりも取材の方が大変っていうか、頑張ってますね。取材で引っ張ってこれないと、嘘を書かなきゃいけないから、ね、嘘を書かなきゃいけませんので。それだけが十分じゃないと。そうそうそう、それだけをしっかりやられるように、一生懸命取材中に集中して、引き出していくと。うん、だからむしろ取材をする力がすごく問われますね。そうですよね。今いい話してんぞみたいなのが出てこないと。ですです、出てこないと。しかもそれが10時間分ありますからね。はい。そこは結構まあ大変っていうか、問われるところですね。あとから挽回できませんからね。特にまああんまり口数の多くない方だと聞かないと出てこないっていうのが。ですです、ありますあります、ね、はい、ありますね。そのすごい話持ってるのになんで今までしなかったのみたいな結構いますもんね。そうなんですよ。だから意外にすごい話なのに、こんな話でいいんですかみたいな人いるんですよ。いますよね。それめちゃくちゃ面白いじゃないですかみたいな。もっと言っていただいてみたいな。こう盛り上げて喋ってもらえるようにこういかに作っていくかとか場を作っていくかっていうのが問われていますよね。それを上坂さんが整えて本にして一般の方にお届けして、一般の人がこんなすげえ話あったんか、おおってなるのが楽しい。楽しいですね。うん、そこはモチベーションのあるんです、ね。なるほど。なかなかでも他にない職業ですよね。そうですね、他にないですね。で、同時並行でいっぱいいろんなものが走ってて、はい、取材をしたりとか構成考えたりとか、うん、なんだろう、取材の内容をね、事前に提出するものを考えたりとかっていろんなことを、まあ、常に考えてるんですよ。常に考えていて、でもこれって机の上で考えてるんじゃなくて、なんか机にいないときに考えてるんですよ。なるほど。電車乗ってる時とか、うん、歩いてる時とか、うん、で思い浮かぶたびに全部メモをするんですけど、はいはいはい、こう多分メモが僕一番のその寛容なポイント、うん、お仕事をするんで、実はこれ10月にそのメモに関しての本を出すんですよ。あ、そうですか、はいはい、そうメモ活って本なんですけど、うんうん、はい、結局みんな忘れてしまうんですよ、いろんなことを。でうっかりも含めてですけど、うん、で人間の脳って忘れるようにできてるっていう話を実は次第で聞いたんですけど、うんうん、そのまま終わって、はい、もういろんなことをメモする。で今スマホがありますんで、ね、スマホにどんどんメモしてるんですけど、こうメモを取りましたよね。スマホがない時代はもうメモしてたわけ。メモしてましたね。本当は手書きが一番いいんですけど、いろんなものを常にスマホを持ってますからね、うん、そこにメモしていくっていうことをやっていますね、うん、そこにヒントがある。はい、でもその時はなんかよくわかんない、はい、ある時はその取材の内容を考えていたりとか、ある時は構成を考えていたりとか、そういろんなと思い浮かんだものをどんどんこうメモしていくと常にやってますね。なるほど、うん、ためになりましたね、うん、まあ、取材の醍醐味みたいなところなんでしょうかね、うん、結局その、うん、なんだろう、同時並行で進んでるものってコントロールの仕様がないの で、 そうです、ね、うん、あとその企画を考えるとか、なんかね、タイトル考えるとか、こういう、そういう企画のクリエイティブなものって、じゃあこの1時間やっとけばいいってできるんじゃないじゃないですか。はい、そうだから机で考えないんですよ。
そう、外で考えるっていう、つっけの上で考えるぞみたいなのと絶対ダメだから、たくさん案を出すのはもう外で考えて、うん、うん、で、あの机でそれまとめるみたいな風にしてますね。うん、うん、まあ通常のお仕事で企画考える時とかっていうのも、まあそういうのは役立つかもしれない。そうなんですよ、その1時間のうちにね、企画を考えようって考えてもやっぱいいもの出てこないですよね。うん、だから逆にその外歩きタイムのスケジュールを取っとくみたいなことも、そうですね、はい、だからあの走ってるんですよ。なるほど。そう、走ってる時結構ね、あのいいんですよ、出てくる、出てくるんですよ。確かに走ってる時は本当走るしかできないですもんね。そうですね、歩いてる時とか、あと頭しかね、です、出てくる、そういう機会を使って考えていくと。大変ダメになりました。ありがとうございます。吉坂さんの本を読むたびに、なんか今日の話はね、感想されてくるから来るかもしれない。いいいい、でもね、そもそももうそのブックライターという名前を つけてそのライターさんたちにね、きっちりそのアイデンティティというか確立されてるっていうのも、もう上坂さんは先駆者的な方ですから、これからもいろんな人になり変わったり、自分の本を書いたりと、はい、はい、いただければと思います。はい、はい、そして新刊成城石井、はい、世界の果てまで買い付けに、よろしくお願いします。ということで書店さんでチェックしていただければ嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで2回にわたりましてありがとうございました、上坂さんでございました。また新たな企画でお話しします。はい、ありがとうございますと思っております。ということで上坂さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでご覧いただきましたけども、上坂さんのインタビューでしたけども、まあ、たくさんの本に関わってまして、まあ、あの書いているだけでも年間12冊ということで、1ヶ月に1冊新しいこうジャンルのですね、本を書かれているっていうことで、まあこれはね、インプットのこう宝庫というかね、見習わなきゃいけないなと思うわけですが、我々は本をこう書く仕事ではないですけれども、やっぱり仕事術というところでね、上坂さんに見習うべきところ、とっても勉強になるところ多かったなと思います。参考になった方ね、たくさんいるかと思いますが、ぜひグッドボタンを押してってくださいね。はい、そしてこの番組は2週に1編の生放送と、サザンラーメン本のミニ番組配信してますんで、ぜひこちらの方からチャンネル登録いただきまして、動画ご覧になっていただければと思っております。はい、ということで2回にわたりまして上坂徹さんのインタビューをお届けしました。私井出隊長がお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。